コンビニエンスストアの駐車場の一角に現れたこちらの建物これは千葉県が今日から導入したコンビニ防犯ボックスで警察 OB が午後の時間帯に常駐します防犯の強化に加えまして OB の人材活用さらには設置費用が交番の10分の1で済むなどの利点が期待されていますでは全国で初めて設置された防犯ボックス前から中継です はいこちらがその防犯ボックスになります早速中に入ってみたいと思います失礼いたします中なんですけれども二畳ほどの広さになっていて警棒や盾が常備されていますこのように警察 OB が毎日午後2時から夜の10時まで3人で交代しながら勤務にあたりますこの場所なんですけれども駅から離れた住宅街でコンビニ店の防犯だけでなく子供たちの下校や 女性らの帰宅をパトロールもしながら見守るということです今回はですね、2カ所のコンビニ店で試験運用が始まり来年3月までとなっていますが犯罪件数の変化や周りの住民へのアンケートなどで今後効果を検証するとしています一方でこちらは繁華街のコンビニ店にはですね、駐車場の広さの問題から設置が難しく今後防犯ボックスを増やす上での課題となります